カニ。おいおいおい、奥の山の道が崩れる。もう何ヶ月も通れないんです。ようやく山を越えて。お金がないから旅に出た。現在兵庫県は竹野町。今回まずは峠を2つ越え上町へ。その後山陰海岸国立公園の海岸線や山々を越え浜坂町へ。その後鳥取県に入り岩美町。最後は鳥取砂丘を歩きます。テレ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 上町、上町。こっちが豊岡市だ。これくれんかな。お、うわー、ありがとうございます、ありがとうございます。大きに、いやー、いやー、おい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 、でっかいの。お、出てきた、出てきた。うん、気をつけて。ありがとうございます。撤去グッズ、錆びて腐食した跡が塗ってある。おー、海が見えてきた。あっという間だ。あ、で、ここに駅があるわけではないんだね。しかもこれ古い線路じゃん、ここが。で、向こう側が新しい線路。
はい、隣の駅が九谷っていうとこなんですけど、はい、九谷で降りられたらまた歩けます。ははは。その九谷に行くまでのこの奥の山の道が崩れる感じでね、うん、もう何ヶ月も通れないんです。今ってどこ来たんですか。僕はこれ今これです。これ今ここからずっと来て、うん、来られとったずっと来て、でここ来て、はい、でどこが通行止めなんですか。でここなんです。こここれが通行止め。 この東関トンネルを抜けたところが通行止め。工事してるんですか。ああ、これが東関トンネル。でじゃあここを、これはどこ行けばいいんですか。これは。これはね。あれ？あっち？これすごい、あの海岸通りをずっと行って、うん、もう景色がいいけど。こんな景色なんですね。そうですそうです。ずっとだからこういう日本海側をずっと行けるんですよ。はい。もうじゃあそこ行きますよ。行きます、はい、おいで。その九谷っていうところに出るには、うん、まあ、結構ある感じですよ、はい、半日もあると思うけど。しゃーないね。しゃーない。ちょっとなんかご飯食べて。ここでも食べられます。ご飯売ってます。ご飯、うん、なんかありますけど。なんかありますよね。食堂もあるし。はい。じゃあそこ行きますわ。じゃあここ歩いてずっと行かれて、はい、はい、で178号線に当たります。そのうち。はいはい、わかりました。ずっと海岸通りを出て。わかりました。歩くの大変だと思う。霞区を朝出て現在ここ、すでに10キロの山道を越えてきた。ここからさらにいくつもの山を越える23キロの峠道を行くしか歩く道はない。次の町は浜坂。通常であれば県道261号線田島イサリビラインを進めば約12キロ。彼女曰く九谷駅までの一区間を電車で行ったらどうかというのだ。ラーメンライスを食べながら考えた。山道を行くしかないでしょう。通常のまっすぐな道が通行止めだから、これをね右へ行きます。まっすぐ新温泉じゃなくて三崎灯台方向。ずーっと向こうだね。結構登るなこりゃ。いやー、1時間ぐらい登ってきたかな。見て、こんなに高いとこまで。まだまだだけど、すごいね。いやー、まさしく、陸の孤島だな、ここは。この上か。